はい、今日のご飯でーす。はい、いただきまーす。どうぞ。はい。現地時間で午前臨時を迎えたところから発行しています。はい、お願いします。長崎市では被爆者や市民が条約の発行を祝いました。うん、広島市の松井市長は史上初めて核兵器が全面的に禁止されるべき対象であること、これを明確にする根本規範が出来上がりました。こう述べた上で、日本政府に対し発行後に開かれる契約、スコップ買ってきたの、スコップ買ってきたの、中弱いかも。だからあの金のやつだったら重くて使えんわ。すごい重い。昔はあればっかり。あれは丈夫よ。あれ一つ買ったら何十年。何十年。うん。反転グラス。1年間に自殺した人は2,914人で、10年連続で減少していた自殺者数は増加に転じました。国は新型コロナの疲れでグワッと押したらグニャーッと曲がったの。あれまたあんなことになるんだろうな。何？プラスチックのやつ？プラスチックのやつ？いやいや、お前も車に積んで歩いてたんだよ。過去最小だが、一昨年よりあの子何も使ってなかったよな。使ってないよ。それが守る。この今年ちょっと硬いとこグワッと力でグニャーッと曲がった。まだ力あるんだな俺。スコップ投げるだけ。雪が硬かったんだ。去年11月までの集計で雪硬い、雪硬いし力あるか、力なかったら曲がる前に。新型コロナウイルスの感染拡大が影響している可能性があるとして分析を進め、民間の機関とも連携したさまざまな対策を強化していくとしています。厚生労働省は各地の相談窓口を紹介するサイトを設けています。掲載されている窓口では電話のほかメールや SNS などでも相談を受け付けています。アメリカのバイデン大統領は就任2日目の21日、最優先課題と位置づける新型コロナウイルス対策の国家戦略を発表しました。アメリカこの人の余裕はトランプに全然優しい感じだ。発表された戦略は感染拡大の封じ込めやワクチン接種など7つの項目からなって、7つ8目になるけど元気、元気いい顔するな。ワクチンについては接種で、ご飯もうちょっとあった。ご飯節節あるよ。これこれこれ、こんなにいらない。温めてきた。なんだこれ。あ、ご飯の海苔。ご飯、うん、なんともないです。ご飯が食べたい。食べな。この日、ホワイトハウスはハリス副大統領が WHO 世界保健機関のテドロス事務局長と電話会談を行って、WHO と連携していく考えを伝えたことを明らかにしました。前政権が打ち出していた WHO の脱退を撤回すると既に国連に通知していて、国際機関と協力しながらウイルス対策に臨む方針を示し、政策の転換を強調した形です。なんか、いや、週がね、週や YouTube 上げてるよって書いて、水森かおり、
コメントするなら気をつけてねって、 YouTube 見たらわかるんかな。公明党は新型コロナウイルス対策について質問しました。自宅で療養する方が急増しており、症状が急増しており、新型コロナの変異種が静岡県の感染者から確認されました。水際対策の強化、そして自宅や宿泊施設で療養される方の命をどう守るのか。なんか YouTube 載せてるよって書いてるんだ。水森かおり、水森かおりを押せばいいのかな、したら YouTube のところにある。水森かおり普段から離れないんだ。また日米関係について、メガネかけて、首脳会談の早期実現などを通じて信頼関係の構築強化を図ることが極めて重要です。あの子、明るい子だから、インド太平洋についてや新型コロナ気候変動問題などの協力活動、いいよ、ワンタム組む地域情勢など幅広い分野において、小田原といえば、また同盟関係をより一層ないよ。ない？あらへんだね。日本維新の会はワクチンをめぐり次のように指摘しました。どうも。もともとのパンデミックの発生が頻繁ならば、国内にワクチン研究所が必要だ。いいよいいよ。はいはい、ありがとう。毎回相当量のワクチンを輸入せざるを得なくなり、財政上も安全保障上も大きなリスクを負うことになります。そうならば国内で全てを完結できるワクチン施設を持った方が良い。新型コロナウイルスをはじめとした予期せぬ感染症に対するワクチンについて、国内で開発生産ができる体制を確立しておくことが重要です。生産設備の整備の補助などこれまでにさまざまな支援を実施してきました。まあ、引き続きパンデミックに備えたワクチン開発の基盤や生産体制の整備をしっかりと進めてまいります。家庭で消費する物やサービスの値動きを見る先月の消費者物価指数は、生鮮食品を除いた指数が前の年の同じ月と比べてマイナス 1.0% と10年3ヶ月ぶりの大幅な下落となりました。 GoTo トラベルによって宿泊料が下落したことが主な要因です。総務省が発表した先月の消費者物価指数は2015年を100として 101.1 となり、前の年の同じ月と比べてマイナス 1.0% の下落となりました。マイナスは5ヶ月連続で、下落幅の大きさは2010年9月以来10年3ヶ月ぶりの水準です。これは GoTo トラベルの影響でホテルなどの宿泊料が大幅に下落したことや、原油価格の下落に伴って電気代やガス代が値下がりしたことが主な要因です。帰ったの？の影響を除いた資産では、お父さん送り迎えしてるの？0.6% になるとしています。消費者物価指数は前の年と比べてマイナス 0.2% となり、4年ぶりの下落となりました。為替と株の値動きです。これあんまり甘すぎる。今日の東京外国為替市場、円相場はドルに対して高めの値動きとなっています。現在昨日と比べて1円円安ドル高の1ドル103円53銭から54銭、日中ロは126円3銭から7銭となっています。あれごすま。一方、今日の東京株式市場株価は下落しています。日経平均株価午前の終値は、ここの日割れて落ちないよな。小林さん売ったんですか。誰も今住んでないもん。家温まってないもん、落ちない。いや、小林さん売ったとか落ちないよな。全国のニュースをお伝えしました。こんにちは。では北海道のニュースです。道東を中心に生息している国の特別天然記念物タンチョウの生息数などを調べる NPO の調査が今日から
今でもまだ炭治いるんだろうか、こんな釧路に、うん、釧路に炭治いるのかな、こんな寒いのに。釧路って言ってるよ。およそ40年前から道の調査とは別に、毎年の生息状況の調査を行っています。今年も今日から釧路市の温泉地と調査を行っています。これ寒くないんだな。参加者はこれは寒いとこばっかりいるんだな。これどこか行くんだべ、あったかい国に帰るね。一日寸前にまで減った生息数は、去年の調査ではおよそ1800羽しかいて、餌の量を減らすことで釧路地方から他の地域に生息場所を分散させる取り組みが進められています。調査は来月2日にかけて。これ綺麗だからこれ取りいっぱい生息中弁のあんなカラスなんかおらんすもん。あまりでかすぎる。剪定か。桜の剪定だって。桜の剪定作業は今月6日から始まり、今日は10人の作業員が木にはしごをかけて、専用のハサミやチェーンソーを使って枝を切り落としていました。あの分かる人の中でダメだな。どこでもかかるの切ってあるって。綺麗だな。もうすぐこんなのあと3ヶ月か。駅前の横だぞこれ。これを隠れ。一回行ったことある。今上がったの？まあ、会社で一回行ったらみんな作ってた。これかも。五稜郭公園と桜の剪定作業は来月上旬まで。ちゃんと目に行ってる。知的障害や精神障害のある作家たちが描いた絵画などの作品で札幌市で。ほらブラグで。フラグで行った時お前行かんかったんか。函館で行ったべや。いやいや、フラグで行ってるよ。会長でよ。行ってたよ。田村の吉典と俺と、あの、太鼓のうち行ってきたんだよ。パーマ屋やってる。函館でパーマ屋やってる、大東。函館で、うん、あの時、あれか、親父だけか、夫婦でなかったんかな。今もやってるぞ。パーマ屋？ピクも、あ、千本ネギ。何あれ？ネギだ。ちっちゃい。小さい細いネギ。千本ネギ。ニラあれね。ニラじゃない。ネギ。うまそうだな。うまいだろ。いい土使って。おいら。もう払ってるのか。一本一本洗ってるのか、水で。あ？一本一本洗ってるの。あら。みんなうまい。一番に出てるの綺麗だもん。これも大変だよな。泥つけてそのまま行っちゃって、洗って持って行って。一番おろして売れんかったらどうするんや。持ってくるんか。売れるんじゃないの。はい。はい、ごちそうさまでした。あ、ごちそうさま。早い。
今日早いよ。あ？今日早いね。これがやつね。はい。薬飲んだか。薬飲んだか。飲んだよ。はい。今日も美味しかったです。はい、ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。